PMS、それとも更年期、生理前のイライラを今すぐ解消する方法について。皆さんこんにちは。更年期トータルケアインストラクターの永田京子です。皆さん今日も動画を見ていただきましてありがとうございます。簡単に自己紹介をすると、更年期サポートの NPO 法人チェブラという団体を立ち上げて、女性の健康や更年期に関する情報や、また対策ケア方法を伝えていく、そんな活動を行っています。詳しくはプロフィールを概要欄に貼ってありますのでご覧ください。さあ、今回はPMS、それとも更年期、生理前のイライラを今すぐ解消する方法についてです。今日の動画の内容です。生理前のイライラの原因について、1ヶ月の女性の体内ホルモンの変化について、イライラを速攻解消するアイデア、実践自律神経を整えていく方法、実践血流を良くしていくケア方法、そして幸せホルモンエンドルフィンについて、本質を見極めていく訓練をする、本日のまとめを川柳で、こんな内容でお届けをしていきます。では順番に解説していきましょう。まず生理前のイライラの原因についてです。月経前ですね、もう自分の感情がこうまるで誰かに操られているかのように、こう感情のコントロールが難しくなってしまうというような経験を持たれる女性の方、とっても多いです。で、月経前のこのこう感情が不安定になってしまう大きな原因は、女性ホルモンの変化によるものです。このグラフは主に女性の1ヶ月間の感情に関係するホルモンの変化を表したものです。で、赤色で書いてあるのが女性ホルモンの代表格、エストロゲンと呼ばれるホルモン、別名ご機嫌ホルモンと呼ばれるほど気持ちの明るさを保ってくれるような役割があります。そして黄色で書いてあるのが、こちらも女性ホルモン、プロゲステロンと呼ばれるホルモンです。で、こちらのホルモンは気持ちを安定させよう、落ち着けようというような、そんな役割を果たしてくれるホルモンです。で、そしてオキシトシン、別名愛情ホルモンと呼ばれるホルモンであったり、青色で書いてあるのはテストステロン、こちらは男性ホルモンです。女性であっても男性ホルモンを合わせ持っています。気持ちをこうやる気を出させてくれたりとか、またこう闘争心をかき立ててくれるような、そんな役割をしてくれるホルモンがテストステロンです。で、この1ヶ月間の変化のグラフを見ていただくと分かる通り、もう1ヶ月間の中でも大きな波に私たちは常にもう乗っている状態なんです。気持ちの波、気持ちの変動の波に1ヶ月間いつも乗っている状態です。よく講座講演会の中で、女性はサーファーなんですなんていうようなことを言うことがあるんですけれども、そういう例えをねさせていただくことがあるんですけれども、こうまさに私たちはこの感情の大波にうまく波乗りをしながら日々生きていっているような状況です。で、少し細かく見ていきます。で、主に今回はこの女性ホルモン、エストロゲン、プロゲステロンの役割とこの変動に焦点を当ててお話をしていきます。まず月経が始まった時を0日目として見ていきましょう。月経が始まってしばらくしてから、エストロゲン、別名ご機嫌ホルモンがグググググググと分泌されていくんです。なので私たちはこの間ですね、とってもこう気持ちが明るくなったり、活動的になったり、もういけいけどんどんというような、そんなこう感情になります。しかし排卵を機に、今度はプロゲステロン、これも女性ホルモンです、プロゲステロンがグググググッと分泌されていきます。で、このプロゲステロンは私たちが妊娠していた時に備えて、あまり無理をさせないように体を落ち着かせよう、こう精神を安定させようという役割のホルモンですので、こういけいけどんどんとなっていた気持ちがね、少しこう安定していくわけですね。そして妊娠が成立していた場合は、このプロゲステロンがずっとねこう分泌され続けるんですけれども、妊娠が成立していなかった場合というのは、今度はこのエストロゲン、プロゲステロンともにガクンと低下をしていきます。
つまりはこう気持ちの明るさを保っていくよっていうホルモンも、また気持ちを安定させようっていうホルモンもガクンと下がっていってしまうので、どうもこう生理前の時期ですね、というのはもうイライラしやすい、もうね、うつうつしやすいし、イライラしやすいというようにこう感情に大きな波が訪れてくる、そんなわけでもあります。よく女性は1ヶ月間に4回性格が変わりますよなんていうふうに言われますけれども、この性格が変わりますよという言われるゆえんはですね、このホルモン変化にあるわけです。では次行きましょう。イライラを解消するアイデアについてです。まずはですね、自律神経を整えていく方法というものをお伝えしていきます。でこの方法はですね、イライラの種類の中でも突発的なイライラにとってもおすすめです。例えて言うなら、例えばスーパーでね、こうレジ袋をもらってレジ袋開けようと思ったのに、なんかもう手が滑っちゃって、もう手のね潤いが足りなくて開かなくて、でも急いでるのにもうなかなか開かない、イライラするみたいな、こう突発的なイライラですね。ほんと些細なことかもしれないんですけれども、些細なことでも大きく感情が変化しやすくなってくるような時期っていうのが、この PMS 生理前の時期であったりとか、あと更年期の時期でもあるわけでもあります。でそんな時におすすめなのは呼吸法です。もう突発的にイライラしたという時にですね、まずちょっと4秒間かけて鼻から息を吸います。で吸った状態で息を止めるんですね。クッと息を止めます。でどれぐらい止めたらいいかというと、7秒間止めるんです。7秒間息を止めます。結構長いです。でそして8秒間かけてゆっくりと呼吸を吐き出していきます。ふーとね、吐き出していきます。4秒で吸って、7秒間吸った状態で止めて、そして8秒間かけてゆっくりと呼吸を吐き出していきます。で、これですね、478呼吸法というふうに言われていて、ハーバード大学のこうね、教授らがこう開発したものなんですけれども、結構昔から、すごくね、こう自律神経を整えたり、あとはこう、過度な緊張とか、もう急にこう来るイライラを抑えてあげるっていうので、よくね、使われる呼吸法ですので、ぜひ試してみてください。そしてその次ですね、血流を良くしていく方法というものもご紹介をしていきます。これはですね、慢性的なイライラにおすすめの方法です。慢性的なイライラ、例えばもう何でしょうね、もう特に理由もないんですけれども、もう朝起きた時からイライラする。私イライラするみたいな、そういうイライラに効く方法です。でこれは血流が良くなると、脳への血流が良くなると頭がすっきりして、で意外とイライラからふっとね解放されたりもしますので、ぜひ試してみてください。で、2つ方法をご紹介します。で1つは頭のマッサージ方法で、もう1つは全身の血流を良くして血管脳への血流も良くしていくという方法です。でまず1つ目、頭のマッサージ方法から。頭のマッサージ方法なんですけれども、この頭全体の筋肉をもう指で手でほぐしていきます。でほぐしていく方法なんですけれども、この指の腹をですね使っていただいて、で軽く円を描くようにして、もう結構まんべんなくですね、頭の頭皮をマッサージしていきます。こうマッサージしてあげることで血流が良くなっていきますので、で血流が良くなると今度はですね、脳への血流も良くなりますのでね、こう意外とこうイライラしている思考がふっと正気に戻ったりしますので、おすすめです。これお風呂入っている時にシャンプーをしながらマッサージをしていくというのもいいのではないでしょうか。でこの指だとなかなか力がね入らないわっていう方はですね、この手のこの下半分を使っていただいて、ここでマッサージをしてあげるというのもおすすめです。こう頭皮マッサージ、こう頭皮と言いながら頭にも筋肉があるんですね。頭にも筋肉がありますので、それをほぐしていってあげるようなつもりで、まんべんなくですね、もう全体をまんべんなくほぐして見てください。これ結構ね、頭をすっきりしますので、おすすめです。なかなか集中力がこう続かないっていう時にも、意外とこうやって頭マッサージしてあげると、スッとね、頭軽くなって、すっきりして集中できるようになったりもしますのでね、とってもおすすめです。はい、でもう一つはもう全身の血流を良くしていく方法というのもご紹介していきたいんですけれども、これもウォーキングなんかでいいんですね。もう20分歩くウォーキングなんかでもいいですし、もうその場でもうね、ちょっと体を動かして
踊ってみるなんていうようなこともですね、おすすめです。あと肩周りの筋肉、肩甲骨周りの筋肉を動かしてあげると、やはり上半身の血流良くなると頭への血流も良くなりますのでね、こうイライラが解消されたり頭もすっきりするというようなことがありますのでおすすめです。体操方法このチェブラチャンネルでもいろんな方法をご紹介していますので、よかったらですね、全身の運動などなどこう検索していただいて実践していただけたらなというふうに思います。ではその次いきましょう。幸せホルモンエンドルフィンを味方につけていく、そんな方法もおすすめです。これどういうことかというとですね、エンドルフィンってまずどういったホルモンかというと脳内麻薬というふうにも言われているんですけれども、こうたとえこう、ね、辛い状態であったとしても、うわ幸せ、私幸せ、なんか快感っていうふうにこう思わせてくれるホルモンなんですね。例えばこうマラソンをしていてランナーズハイとか聞いたことありますよね。こうマラソンをしていてとっても苦しいはず、もう苦しいはずなんですけどなんか快感みたいな、もうむしろちょっと気持ちよくなってきたみたいなことがね、あるランナーズハイって呼ばれるんですけれども、これ脳内からエンドルフィンっていうこの、幸せホルモンですね、が分泌されているというような状態です。で他にどういった時に分泌されるかというと、例えばもう大声で歌ってしまう、このね怒りの感情を怒りのまま表現するんじゃなくて、もうエネルギーに変えて発散させるっていう方法がとってもおすすめです。大声で歌うとか、またこう大声で、楽しくなくてもですね、もう笑ってみるとか、笑ってみると今度脳が騙されて、なんか本当にこうイライラしていた状態からあれ楽しいのかもしれないというふうに思ったりもしますのでね、笑ってみるというのもおすすめです。でまた体を思いっきり動かしてみる、思いっきり踊ってみる、でも、先ほど言ったも走ってみるでも構いません。このようにすることで脳の中でエンドルフィンという幸せホルモンがね分泌されて、イライラの感情をむしろポジティブな感情に変えてあげるというようなことがありますので、よろしかったら試してみてください。では次いきましょう。本質を見る訓練をする。こちらどういったことかというと、このイライラしている原因が果たして自分にとって重要なことなのか、それともさほど重要なことでもないのかっていうことをちょっと客観視するんですね。でそうすると、さほど重要なことでもないことだと、そんなイライラするほどのことでもなかったなっていうふうに思うことができたり、またですね別の指標としては、このイライラの原因が自分でこう何か行動をすることで変えられるものなのか、それとも自分がどんなに何かやったところで変わることのないものなのかっていうことを客観視していきます。でそうするとイライラしているものがこう実はねイライラしている場合じゃなくて、解決していくべきこう具体的な行動を取っていくべき課題だったっていうようなことが見えてきたり、また逆にいやイライラしたところでどうせねこう変わることじゃないんだから、イライラするだけ無駄だななんていうふうに少しね客観的にこう気持ちが楽になったりする効果がありますので、このこうイライラの本質を見極めていくっていうのはとってもおすすめです。心に余裕がある時に紙に書き出したりするなりして、ぜひ試してみてください。それでは川柳のご紹介です。今日の川柳、私じゃない女性ホルモンの仕業なの。私じゃない女性ホルモンの仕業なの。NPO 法人ジェブラですね、更年期の体の変化であったりとか、また対策ケア方法であったりとか、さらにはこの更年期をまた豊かに生きていくための心構えであったりとかっていうのをですね、575の川柳にして発信する、またそれをね募集してお届けしていくというような取り組みも行っていまして、こんな川柳がねいただきましたので、ちょっとご紹介をさせていただきました。やはり活動をしていると、何かこう自分の心が思い通りにならなくなってしまったっていう時に、ご自分を責めてしまうことが多いなというふうに感じます。知っておいていただきたいのは、自分が別にポンコツになったわけではなくって、ホルモンのせいなんです。なので私じゃない女性ホルモンの仕業なのというふうに、ある種開き直るっていうことは、実はこの時期とっても大切なことなんじゃないかなと私は思っています。そして、少し自分を客観視できたら、じゃあもうこのまま仕方ないなっていうふうに開き直ったまま終わるのではなくって、少しでも自分が快適に過ごしていけるような
少しでも自分をご機嫌に保てるような方法を模索していく、こう体を動かす体操をしてみたり、ちゃんと栄養のある食事をとってみたり、睡眠時間に気をつけてみたり、更年期は英語で言うとチェンジオブライフです。自分の人生が前向きに変化できるように心と体と向き合って、でそして人生をもう体ごと楽しめていけるような人生を楽しむ土台を作っていきましょう。さあ、今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。このチェブラチャンネルでは、更年期を健康に快適に過ごしていけるようなヒントやアイデアを発信しています。症状別の対策ケア方法や、自宅や出先でできる簡単なエクササイズ方法などなどをお届けをしています。何歳になっても快適な体で人生を楽しみたいという方は、チェブラチャンネルのチャンネル登録をお願いします。またグッドボタンを押していただけると更新の励みになりますのでお願いします。こちらでもいろんな情報を発信しています。 LINE、Twitter、Facebook、Instagram、 ぜひフォローをお願いします。詳しくは概要欄に貼っておきます。また初の著書、チェブラ体操が出ました。体の変化や対策ケアが分かりやすく書いてありますので、よろしかったらお読みください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。